2014年、ワトキンスグレン6時間、ワトキンズグレンインターナショナルは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州のワトキンズグレンにあるサーキット、ザグレンと愛称される。全長5430メートル。1975年アメリカ GP にて、シャドウのマシンを狩るトム・プライス・ワトキンズグレンは、アメリカの行動レースの発祥の地である。 しかし1952年のレースにおいて観客に犠牲者が出たため市街近郊の山中に会場を移動。後にその場所にパーマネントサーキットが作られた。ニューヨーク市外から北西に約3 0 0トルほど離れた自然豊かな丘陵地にある。ニューヨーク州にあることもあり、アイラブニューヨークの看板も至るところに存在する。キャンピングカーを用いての感染者が非常に多く、 大量のキャンピングカーが並ぶ光景も有名。レイアウトは、高低差が大きく高速レイアウト。大半のコーナーにバンクがついている。序盤のバックストレートまでは、コース両サイドが金網に囲まれているため、スタート直後の事故が多い。安全性確保、平均速度低下を目的にバックストレートに特設試験員を設置して、現在に至る。ホッケンハイムの旧レイアウトや、 スパフランコルシャン同様、非常に広い敷地で深い森の中を走るため、無線が通じない場所が多数存在する。スタートして1コーナーへ。1コーナーは外側に広いランオフが取られているが、ここを通過すると両脇にガードレールが並ぶ部分となる。うねりのある高速 S 字からスピードを乗せたまま、バックストレートへ。特設試験員を通過し、名物の大きいバンクがついた高速コーナー。 アウターループを通過し森の中へ、森の中のブートストレートから高速90度ターンを数度回りホームストレートへ戻る。1961年から1980年まで20年間に渡り、海一のアメリカ GP が開催された。当初は現在のショートカットコースで開催されていたが、コース拡張に伴い1971年により、現在のフルコースで開催。 伝統のスポーツカー耐久である、ワトキンスグレン6時間が、デートナ24時間、セブリング12時間、プチルマンと共に、ユスシシー内の2区の一戦として開催されている。また、モンスターエナジーナスカーカップシリーズにおける数少ない、ロードコースもここで開催されている。ありがとうございます。